ジャンバティスト・イザベエは、フランスの画家である。ジャック・ルイ・ダビットらによって、歴史画の大作が描かれた時代に活動したが、ミニアチュール画家として、肖像画を描いた。ナポレオンの知性やその後の復興妖の時代の、両方で、画家として成功した。息子のウジェーヌ・イザベエも、第二帝政の時代に、有名な画家となった。フランス、ムルトイコール・エイコール・モゼルケンのナンシーに生まれた。 ナンシーのミニアチュール画家、ジラルデに学び、マリー・アントワネットに仕えたミニアチュール画家、フランソワ・デュモンに学んだ後、ジャック・ルイ・ダビットの弟子となり、ベルサイユ宮殿で、アングレーム校、ルイ・アントワーヌや、シャルル・フェルディナン・ダルトワなどの王族の肖像画を描いた。フランス革命後も、皇后、ジョゼフィーヌや、ナポレオン・ボナパルトが、パトロンになり、ナポレオンの戴冠式に参加し、 記念の版画を制作した。イザベーの高価な学装や金張りの箱の中に収められた豪華なミニアチュールはヨーロッパの貴族たちの人気を集めてた。ナポレオンに忠実に仕えたが、第二次王政復古後にもシャルル10世の戴冠式の運営に功績を挙げ、国王からレジオンドヌール勲章を受訓した。7月王政でも王室の美術コレクションの仕事を務め、 ナポレオン三世から、レジオンドヌール勲章コマンドゥールを受訓した。ありがとうございます。